皆さんこんにちは。今回は鹿児島市下田町にあります時たまカフェに行ってきました。店内もとても温かい雰囲気で、なんかホッとするような感じでした。そしてメニューは豊富だったんですけど、人気のランチメニューから選びました。今週のハンバーグランチ、今回はチーズインハンバーグでした。そして実は SNS でとっても気になっていたこのカフェなんですけど、サラパフェっていうのを頼んでみました。そして期間限定のいちごパイ、食いしん坊が発動して2つも頼んじゃったんですけど、このサラパフェ、この丸は何かなって思ったら、中はこんな風に空洞になっていて、クリームとソースがいっぱい入ってました。美味しいだけではなくてね、見た目も楽しめちゃう、こんな素敵なパフェ初めてで、とっても気分が上がりました。そしていちごのパイ、こちらは期間限定でこの日から販売されていたんですけど、もうね、半分に割ってみるとサクサクの生地が何とも言えない、これまた美味しい大満足のパイでした。この緑の葉っぱまでしっかりクッキーでできていました。おしゃれで美味しくて心温まるカフェ、皆さんもぜひ行ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。